じゃよし、いろいろさ、はい、配置転換とかあるじゃん。まあ選手だったらコンバートとかさ、2軍落ちとか、2軍、まあ2軍落ちもまあ配置転換っちゃ配置転換だけど、はい、巨人のコーチが、はい、まあ結構1軍と2軍、2軍から3軍とまた今回また変わってましたよね。まあそうだな、はい、一回、まあ代表的なところで言えば、うん、相川が、1軍から3軍行って、実松が2軍から1軍、1軍に上がったり、加藤は3軍から2軍、そうそうそう、そういう配置転換するのにさ、はい、俺の経験上よ、そんなコーチは、ね、動かせるかみたいなさ、そういう風潮があったじゃん、はい、そういうのはなかった。いや僕だって阪神も打てない時は、うん、僕を2軍に落とせ落とせ言われるじゃないですか。それはコーチの周りが、周りがでしょ、はい、でもやっぱり球団も考えますよ、阪神はそういうとこじゃないですか、周りの声ばかりにするから、やっぱうるさいしな、うるさいし、だからそうしといたら、そうしといたらなんか黙るやろみたいなとこもありますよ。ああなるほどね。だって株主総会で僕なんか言われたんですよ、そんなコーチいますねえ、珍しいな、ドタマ買っちゃったろうな、お前ね、まあまあ、たださ、はい、やっぱ結果が出なかったらそういうこともしゃあないですよ、しょうがないっていうふうな覚悟はしてるよね、はい、もちろんもちろん、そうだよな、そのためにはそんな別に結果出なかったらもちろん責任取らなきゃいけないのはコーチやしね、うん、それも仕方ないことじゃないですか、うん、まあそれがまあ宿命じゃ宿命だからな、プロ野球は選手もそれね結果出へんかったら変なやつは戦力外になるんだし、うん、それはコーチも仕方ないです、うん、はい、いやそれで、まあ、原監督が盛んにこうなんかこう新陳代謝を重ねてるという、はいはい、それはどういうふうに、あ、じゃあ見て、あ、厳しいなと思いますね、やっぱり厳しい、はい、どういうところに厳しさか、やっぱりその僕のコーチでしたけど、コーチがやっぱりね1軍から2軍、2軍から3軍ってね、まあ未運が下とか3軍が下っていうふうなことじゃないんですけど、やっぱりねショックは思いますよ、うん、ただそこに監督と、まあ、そのコーチの間にどういうふうな会話があるとかね、うん、っていうこともすごく大事になってくると思うし、おそらく原監督の中には一度そうやってね、まあ変な言い方さ、まあ休憩というかちょっとリフレッシュさせてまた戻そうと思っておられたかもわからないじゃないですか。そういうのは計画性わかりませんけど、コーチとしてはその変な言い方を考えたら、はっ、ほっとしたっていうより、言うよりもわーっていう風な気持ちになるんちゃいます。どうですか、もしそうやったら。ちょっと考えられないよな。いや僕も、いや僕もだから、まあ、例えばね、中畑さんの時に、まあ、ヘッドコーチやってたと、ね、バッティングコーチもやったと、はい、で、だから2軍だと、明日からって言ったら、それは話をするよね。何が狙いなんだとか、やっぱ抵抗はすると思う。でもね、それはコーチにね、そういうふうな抵抗するようなことはできないじゃないですか、まあ、できないけど、聞きますわね、何ですか、やっぱり聞くでしょ、狙いは何ですかって、狙いなのか狙いなのか、あかんのか、狙いというかね、この理由を説明してくださいってことでしょ。あ、そうそうそう。でもね、この世界ってそういうことを言うと盾ついてるとかね、あ、そうそうそう、そういうの取られがちじゃないですか。そう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 。でももうそんなん言われたら理由聞く元気がなくなりますよ。確かにな。そしたら原監督の狙いっていうのはどういうところにあるの。やっぱり、そうチームに緊張感を持たせるってことちゃいます。うん、なるほどね。じゃないですかね。いや、それもあると。で実際そのなかなかその結果が出ない部門だったら、ある程度選手だって、あ、結果が出ないとこうなるんだというようなことをね、見せしめじゃないけどやられてると思うんですよ。ただまた戻したじゃん。そこなんですよ。ここはどういうこと。やっぱりそこっていうのが、だから今言ったようにそれが狙いだった、初めから戻そうと思っておられたのかっていうのは分かりませんよ、うん、けどそれはやっぱりもう一回はいくつ頑張るんだ、お前で立て直すんやみたいなところがあるんじゃないですか、うん、どう思われます。なるほど。いや俺もそう思うよ。一度やっぱ勉強し直してこいじゃないけど、ほんでね、ま、うん、ベンチから見てる野球とやっぱり今度はテレビで見るじゃないですか、まあ、よく見える時あるじゃないですか。まあ確かにな、変な現場より、ああ変な、ちょっと引いてみると、あ、うん、今まで見えなかったこと、あ、これこんな風に映ってると、ああ、これこうした方がええんちゃうかなっていうことで意外と分かるじゃないですか。いや分かる。それもまた一つ狙いやったかなとかいうふうに思いますね、うん、まあ野球はやめてから上手くなるっていうしな、名言ですね。いや、それでバックネット裏から見るとまたさらに上手くなるという。やめてきたな。いやいや、本当に。いやだけどやっぱそのあっちゃんが言うように、はい、チームに緊張感も与えることも確かだし、はい、やっぱこう
選手もさ同じことばっかりになってくるとさ飽きが来るじゃん、言葉の飽きというかさ。だからそれを飽きさせへんようなことを言わなきゃいけないけど、もちろんもちろんもちろん。けどね、でもそのプロ野球なんか飽きる飽きひんの問題じゃないでしょ。まあ確かにね、確かにそうはそうだけど、だって毎日毎日それはね、なんか言うたらね、もう野球飽きたわで終わりですよ。それは毎日野球したら飽きるじゃないですか。そういうもんじゃないじゃないですか、仕事やねんから。今日来てるね、結構。いや、それはそれは悪い。僕に火をつけるか。いやいや、いや、でも、それは、やっぱ、能力的にさ、まあこれ、いい悪いとかじゃなくて、同じことしか言わないやついるでしょ。そう、同じことを言い続ける、そのスタミナっていうのも、すごく大切なことやし、大変なことやと思うけど。でもね、僕らもね、年がら年中ね、キャンプの初日から、秋のキャンプの最終日までね、同じアップするコーチもいましたよ、ね。ああ、それが悪いっていうのは別にしてね、まあ聞くところによると一郎なんかもね、同じアップして、同じアップしてると自分が今日体調いい悪いとかって分かりやすいって言うじゃないですか。だからこれっていうのは取り方、ものの取りようでしょ。日本ハムのそんなことはいいですよ。そんなことはいいですよ。まあいいじゃん、俺も飽きたなのお前。おい、なんか変化ないんかっていうぐらい。ベテランの人が、おこれおかしいんじゃないのってなって、キャンプ初日からシーズン入っても夏場暑くても飽きるし1年しょがんごとか言ってだって体もう出来上がっとるっちゅうのね。まあそういうコーチもおるわな、はいはい、だからやっぱそういうことをやると飽きるじゃん選手の、うん、刺激がないというか、はい、でやっぱりこう新しいコーチ、まあ、同じユニフォームがずっと一緒に来てるんやけど新しいコーチが上がってきて発する言葉っていうのはやっぱり新鮮に聞こえたりだとか、それもあるでしょうね。やっぱあるよな、そういう活性化って大事なのかね。メジャーでも、はい、今年打てないチームがバッティングコーチをもうすぐ解任してすぐ新しいのを呼んできたとかさ、はいはい、そういうこともあるし、うん、まあでもそれはバッティングだけに限らずね、うん、どうしてもバッティングって目立つじゃないですか、うん、でもそのピッチングもそうだし今回は巨人だってね、山口が上がってきて、杉内がファームに行ったりしてるじゃないですか。山口は初めてじゃないですか、一軍に来るのは。ああいう中継ぎで頑張った、すごかった選手をやっぱりブルペンに入れてっていうふうなことを狙いなんでしょ。いや、だからブルペンの強化だよな。まあ、ちょっと巨人もブルペン陣がちょっとこう、なかなかっていうところやったからそうされてるわけですかね。いや、やっぱり経験からものを言うとさ、はい、やっぱ大きいし、やっぱこう、そういう歴史を踏んできてるじゃん。はいはい、歴史っていうのも大きいしね、はい、巨人のファームのコーチってさタイトルホルダーばっかりなんだよ。すごいですよね。すごいよ。プロ野球という中では実績がある人の言葉っていうのは重みがあるしね、はい、だからそれだけじゃいけないじゃないですか。いや、それだけ逆に言えば実績がないからって言ってバカにしてもいけないし、そうそうそう、勉強してるやつは多いですよね。そうですね、はい、だからその辺のバランスとあとはそれをどうやって見極めるトップの指揮官の考え方でしょ、うん、だからさ例えばさじゃあ他のチームで入れ替えできるかって言ったら、はい、それはなかなかできんよな。やっぱりみんなねこう下に生かしたらちょっとこう気の毒になって人間って思ってまうじゃないですか。じゃあそれをできれば原監督はその巨人がやっぱりこれだけ戦力が揃わない中ねこの位置にいるってことちゃいます。やっぱ緊張感だな。だからまあ坂本にしても丸にしても平気でバンドのサインが出るじゃないですか、うん、あれって例えばじゃあ原監督以外やったらねいくらなんか英書は出してもね、なんで俺にバンドやねんって、今までそういうふうなこと思ってたけど、晴らさないから仕方ないって、選手が多分思えると思う。いや、もうそこまで来てるよな、と思いますな。じゃないですか。だからそこが強みでしょ。と思います。だから結局、監督ってさ、まあ、原監督って独裁じゃない、のような感じじゃない。やっぱもう、原監督が言ったことに関しては、すべて通すって話。はいはい、そういう方がいいのか、周りの意見も聞きながらっていうのがいいのか、どう思う？これはまあチームによっても違うし、そのコーチのメンバーによっても違うんじゃないですか。金本監督はどうやった？金本さんはすごくコーチ陣の、意見は聞いてくれましたよ、うん、聞きすぎた節はない。もちろん最後決断されるのは監督ですけど、もちろんもちろん、まあ、聞きすぎたというか、まあ、こうこうやけどと説明ちゃんとしてもらったし、うん、っていうところはありましたけどね、うん、どこまでが聞きすぎたのかっていうのもありますし、まあ、まあ僕たちももっと言えばよかったのか、うん、とかもっと逆に言わない方がよかったのかとかいうのもありますよね、うん、それはやっぱ結果が出なかったらそういうのも余計思いますよね。